お疲れいやーすごかったなスパチャって普通あんなもんなのかあれは普通じゃないですよめったにないと思いますそうか正直焦った結局いくらになったの待ってくれ今は確認する1101001000はあ何をそんなに驚いて。 ええー、!?100 万犬族たちからの応援の気持ちに感謝しないとなんでそんなに落ち着いてるんですか100万100万だってうんありがたいねこれどうしましょうかうーん大事な気持ちを無限にはできないしうんあ次のライブで使おうかおいいな確かに 県族の皆さんはステージ上の僕らを応援してくれているわけですしステージで使うのが一番ですね新しい衣装とか作ってみるか眷属からも欲しいって声あったしそれいいですねすでにある衣装の修理にも当てたいなるほど衣装の修理新規の衣装費ざっと計算して割り振ってみますねその必要はないよ黙れえフェリックスさん 何に使うかはもう決めたんだ不必要な演出物は買いませんよ看護家とか <laughs> ひどいなそうじゃないよじゃあ何に使うつもりなんですか剣 <laughs> 族たちへの贈り物さえは？フェリーどういうことだだからライブに来てくれた剣族たちに送るんだよ ユリ、はあの花バラでもいいねレースでできた小物も捨てがたい送ってどうするんですかライブ中に身につけてもらうとかねファントムイリスの世界観を作っているのは僕たちだけじゃない眷属たちもまた僕たちの幻想に欠かせない存在だだから贈り物をしてより世界観に浸ってもらうことはすごくいいことだと思うけど。 そうですね、ライブが終わった後、手元に確かな証拠が残ってると夢じゃなかったって思いますしうんうんまあとにかく来てくれたお客さんのために何ができるかいろいろ考えてみましょうああ,あそうだ次はさスパチャの設定は外そうぜ応援の気持ちは今回でしっかりと伝わってきたしな俺も賛成です いきなり大きな金額を目にするのは正直刺激が強いっていうかうんそうかい貴族